で、さらに今日はもう一つ、テレビアニメペルソナトリニティソウルに関する情報です。今回は神里新役の岡本信彦さんからコメントが届きましたので、そちらをご覧ください。マントラをご覧の皆さん、こんばんは。ペルソナの主人公神里新役をやらさせていただいています、岡本信彦と申します。僕から見たペルソナ、一言で言えばかっこよかったです。お兄ちゃんのはちょっとゴツゴツした感じの強そうな感じで、僕のシンくんのペルソナはといえば、なんかどことなく騎士というか、そういうこう俊敏な動きをしそうな、そういう感覚があって、あ、これからどういう戦いがあるんだろうと、すごい僕も楽しみにしております。ペルソナトリニティソウル、プレステ2用ゲームペルソナ3の10年後が舞台ということなんですが、人気ゲームのアニメ化ということで、ファンの間から期待の声が高まっています。はい、テレビアニメペルソナトリニティソウルは1月から放送開始です。